ジョセフ・ヴィンセント・フラッコは、アメリカ合衆国ニュージャージー州、オーディッポン出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のフィラデルフィア・イーグルスに所属している。ポジションは、クォーターバック。プロ入りした2008年から2012年までの5、シーズン、すべてで、プレーオフ出場を果たしており、また1勝以上を挙げている。第47回スーパーボウルで MVP に選ばれた。 冷静沈着なキュービー b 裁きからジョークールと呼ばれている。イタリア系アメリカ人の家系に生まれた。高校時代はアメリカンフットボールではキュービーとバスケットボールを行った。大学入学前の2003年、ライバルズドットコムからは全米で39位にランクされた。ピッツバーグ大学に進学2003年は練習生で過ごした。2004年、 タイラー・パルコの控えとなったが、プレイタイムはほとんど与えられず、オハイオ大学戦、ネブラスカ大学戦、南フロリダ大学戦の3試合に出場、パス成功1回で11ヤードに終わった。2004年シーズン終了後、デラウェア大学に転校した。NCWA の規定により2005年は、奨学金の受け取りはできず、プレーすることもできずに過ごした。デラウェア大学時代のフラッコ2006年、 先発 QB として2783ヤード 18TD10INT の成績を残した。この年チームは5勝6敗でカンファレンスのプレーオフには出場できなかった。2007年4263ヤード 23TD5INT の成績を上げチームを8勝3敗の成績に導いた。海軍兵学校戦では434ヤードを 投げて 4td を上げた。リッチモンド大学戦では5度のオーバータイムとなった。試合で375ヤード、3td、ンでも 2td を上げたが、56から62で、敗れた。ディビジョン IAA のプレーオフでは、デラウェア州立大学戦で189ヤード、1td を決めて44から7で勝利した。準々決勝の北アイオア大学戦では312ヤード、 2td、ランでも 1td を上げて39から27で勝利した。この試合でシーズンパス3686ヤードとなり2000年にマットネイギーが作った3436ヤードの大学記録を更新した。準決勝の南イリノイ大学戦でも243ヤード 2td を上げて20から17で勝利した。 決勝のアパラチアン州立大学戦ではディフェンスが相手オフェンスを止めきれず21から49で敗れた。デラウェア大学の大学記録を20個作った。シニアボールと NFL ドラフトコンバインで評価を高めた。彼は2008年の NFL ドラフトでトップ5に入る QB とみなされ、大部分の指揮者はフラッコがドラフト二巡終了までには指名されるだろうと予想した。 彼は ESPN が行った、ステートファームカレッジフットボールオール、スターチャレンジに、ボストンカレッジのマット・ライアン、ミシガン大学のチャド・ヘニー、ハワイ大学のコルト・ブレナン、USC のジョン・デビット・ブーティと参加、他の選手より7ヤード以上長い74ヤードを投げた。また、QB スクランブルでも他の選手より0秒28、早い15秒28を記録した。 パスの正確性では3位となった。ドラフトでは母校デラウェア大学史上最上位となる一順全体18位でボルチモア・レイブンズに指名された。デラウェア大学の QB としてはリッチ・ギャノンダに続く史上4人目のドラフト指名を受けた選手となった。また、ディビジョン IAA 出身の QB がドラフト一順で指名されたのは1995年にヒューストン・オイラーズが スティーブ・マクネアを全体3位で指名されて以来のことであった。7月16日、5年3000万ドルの契約を結んだ。トレーニングキャンプでのボーラーとフラッコ1年目の2008年、プレシーズンに帰るボーラー、ハイズマン賞を受賞したこともあるトロイ・スミスと先発 QB の座を争った。プレシーズン第1週にはボーラーが先発したが、 ミネソタ・バイキングスとのプレシーズンゲームでシーズン絶望となる方の負傷を負い、スミスもデミエール症候群という変動線の感染症にかかっていたことからシンシナティ・ベンガルズとの開幕戦で先発 QB となった。この試合でパス二十九回中十五回成功、TD、INT はそれぞれなし、最も長いパスはデリック・メイソンへの十五ヤードだったが三十八ヤードの ランを上げチームは17から10で勝利した第2週、敵地ヒューストンのリライアントスタジアムで予定されたヒューストンテキサンズとの試合はハリケーンアイクの影響で順延となった。第3週のクリーブランド・ブラウンズ戦ではパス19回中13回成功129ヤードにインターセプトを喫したが28から10と勝利した。第4週は プロイリアと初のロードゲームで、ピッツバーグスティーラーズとマンデーナイトフットボールで、対戦、プロ初 TD パスを、ダニエル・ウィルコックスに通したが、オーバータイムの末、20から23で敗れた。第5週のテネシー・タイタンズ戦では、パス27回中18回成功、153ヤードに INT で10から13と敗れた。第6週のインディアナポリス・コルツ戦では、 パス38回中28回成功、自己ベストの241ヤードを投げたが、3INT を喫し、3から31と敗れた。第7週のマイアミドルフィンズ戦では、パス230ヤード、1TD の成績で、ロードで、初勝利を挙げた。第8週のオークランドレーダース戦では、パス24回中12回成功、140ヤード、1TD。 何でも 1td 上げて29から10で勝利した。またワイルドキャット体系から43ヤードのパスをレシーブしている。この活躍でその週の最優秀新人選手に選ばれた。第8週終了後、ジョン・ハーボーヘッドコーチはシーズン残り試合でフラッコとスミスを併用したサックスパケッチを行うとアナウンスした。第9週のクリーブランド・ブラウンズ戦では パス29回中17回成功、248ヤード、2td。q b レーティング109.6の成績を上げて、37から27と勝利。その週の AFC 週間最優秀攻撃選手に選ばれた。第10週のヒューストンテキサンズ戦では、パス23回中15回成功、185ヤード、2td。 その試合まで111回連続インターセプトなしと、堅実なプレーを見せ、チームは4連勝を果たした。第11週のニューヨークジャイアンツ戦では、パス33回中20回成功、164ヤード、1td、2int、ランド回で57ヤードを獲得、10から30で敗れた。第12週のフィラデルフィアイーグルス戦では、パス26回中12回成功、 183ヤード 2td36 から7で勝利した。第13週のシンシナティベンガルズ戦でパス29回中19回成功280ヤード 2td を上げてチームはその週までの7試合中6勝を上げた。この間の7試合で彼は 11td に対してわずか2 i n t q b レーティング99.1と素晴らしい成績を上げた。 11月の5試合で、パス140回中83回成功、QTD、2INT、QB レーティング98点を、この間4勝1敗の成績を上げて、月間最優秀攻撃新人選手に選ばれた。第14週のワシントン・レトスキンズ戦では7点差に、詰め寄られた第4級、デリック。メイソンへ28ヤードの TD パスを決めて、24から10で勝利した。 第15週のピッツバーグスティーラーズ戦では、パス28回中11回成功、115ヤード、2INT、q b レーティング22.2、レッドゾーンに3回攻め込みながら、オフェンスは TD を上げられず9から13で敗れた。第16週のダラスカウボーイズ戦では、パス25回中17回成功、149ヤード、1TD、 QB レーティング96.9の成績を上げて勝利した。この試合はテキサススタジアムでの最後の試合であった。テキサススタジアムで新人 QB が勝利したのは彼の他にベン・ロスリスバーガーのみであった。最終週のジャクソン・ビル・ジャガーズ戦でパス23回中17回成功、自己ベストの297ヤード、 QB レーティング115.8の活躍を見せて27から7と勝利、チームは11勝5敗で AFC 北地区2位でプレーオフ出場を果たした。この年彼は全16試合に先発出場し、パス428回中257回成功、2971ヤード、14TD、12INT の成績を上げ、NFL 史上8人目となる。 プレイオフで先発する QB となった。ロードで行われたマイアミドルフィンズとのプレイオフ初戦ではパス23回中9回135ヤードの成績に終わったが 1TD ラン、ディフェンスが5度のターンオーバーを上げる活躍を見せて27から9で勝利した。新人 QB がプレイオフ初戦で勝利したのは史上3人目ロードで勝利したのは彼が初めてであった。 翌週のテネシータイタンズとのディビジョナルプレイオフでは、パス22回中11回成功、161ヤードと平凡な成績ながら、ターンオーバーを与えず、第1球に、デリック・メイソンに48ヤードの TD パス、第3球には、マーク・クレイトンへ37ヤードのパスを通して、勝ち越し FG に、第4球に、トット・ヒープへ23ヤードのパスを通して、決勝 FG につなげ、 13から10で勝利した。新人 QB がポストシーズンに2勝したのは史上初であった。ピッツバーグスティーラーズとの AFC チャンピオンシップゲームではパス30回中13回成功、3サックを浴び、3インターセプトを起死し、14から23で敗れた。2009年1月29日、ダイエットペプシ NFL 最優秀新人選手に選ばれた。 2009年、カンザスシティチーフスとの開幕戦で、自己ベストのパス307ヤード、3td を上げて勝利した。この試合で、レイブンズは、トータルオフェンスで501ヤードを獲得、チーム記録を更新した。第2週のサンディエゴチャージャーズ戦では、パス190ヤード、2td、1int の成績で31から26と、勝利した。 第3週のクリーブランド・ブラウンズ戦では、パス35回中255回成功、自己ベストの342ヤードを投げ、第4週のニューイングランド・ペートリオッツ戦では、パス47回中27回成功、264ヤード、2td、1int、第2級に、敵陣17ヤードまで攻め込みながら、インターセプトを起死し、21から27で敗れた。 第5週のシンシナティベンガルズ戦では、パス31回中22回成功、1TD、2INT、試合終了時課せ、カーソン・パーマーに TD パスを決められ、14から17で敗れた。第6週には、開幕から5連勝中のミネソタ・バイキングスと対戦、パス43回中28回成功、385ヤード、2TD を上げたが2点差で敗れ、3連敗となった。 バイウィーク明けの第8週にはパス25回中20回成功175ヤード 1td の成績を上げて開幕から6連勝中のデンバーブロンコスを30から7で破った前年よりパスを投げる機会が増やされレイブンズのオフェンスは開幕から7試合のうち5試合で30得点以上を上げたしかしその後第9週からの5試合で 3td に対して6 INT と調子を落とした。第9週のシンシナティベンガルズ戦では、パス32回中18回成功、195ヤード、に INT に終わり、それまで全試合で TD パスを上げて、平均得点に4位であったオフェンスが、トータルで215ヤードに抑えられ、7から17で敗れた。第10週のクリーブランド・ブラウンズ戦では、前半無得点に終わったものの、第3球に、 デリック・メイソンに四十一ヤードのパスを決めて TD に結びつけ十六から零で勝利した。第十一週には開幕から九連勝、レギュラーシーズン十八連勝中のインディアナポリス・コルツと対戦、パス二百五十六ヤードを投げたが一 i n t オフェンス前第十二週のピッツバーグ・スティーラーズ戦ではパスで二百八十九ヤード、一 i n t 相手 SQB ・ベン・ロスリスバーガーが、 前の週の試合で脳震盪を起こして欠場した試合でオーバータイムの末20から17と勝利した。第13週のグリーンベイパッカーズ戦ではパス137ヤード 1td3int と散々の内容で14から27で敗れた。オフェンスは5試合連続で20得点未満に抑えられていたが第14週のデトロイトライオンズ戦で パス20回中13回成功、230ヤード、1td、48から3と勝利した。第15週のシカゴベアーズ戦で234ヤードを投げて、パス成功率72%、自己ベストの 4td を上げて、q b レーティング135.6を記録、31から7で勝利した。レギュラーシーズン終了後、USA Today w ール、上チームに選ばれた。 この年チーム記録となるパス成功率63.1%、QB レーティング88.9の成績で3613ヤード、21TD、12INT と成績を向上させた。レイブンズの QB がシーズン3000ヤード、20TD 以上を達成したのは1996年のビニーテスタバーディ以来のことであった。チームは9勝7敗で、 ワイルドカードでプレーオフに進出した。プレーオフでも2試合に先発出場し、NFL 入りから2年で37試合に先発出場した NFL 初の QB となった。ニューイングランドペトリオッズ戦では試合中に負傷退場、パス10回中4回成功。34ヤード 1INT の成績に終わったが、33から14で勝利した。 翌週のインディアナポリス・コルツ戦でも前半に4分弱しかボールを保持できず3から20で敗れた。3年目の2010年開幕戦で前年までレイブンズのディフェンスコーディネーターを務めていたレックス・ライアンヘッドコーチ率いるニューヨーク・ジェッツとメドーランズ・スタジアムで対戦した。この試合で彼はパス38回中20回成功248ヤード 1INT 1ファンブルロストと低調な成績であったが、ディフェンスの活躍により、10から9と勝利した。第2週のシンシナティベンガルズ戦では、パス成功率43.6%、154ヤード、自己アーストの 4INT を喫し、q b レーティングは23.8と散々な成績に終わった。第三週のクリーブランド・ブラウンズ戦では、パス成功率ント。 262ヤードを投げ、アンクアン・ボールディンへの 3td パスを決めるなど、24から17で勝利した。第4週には、これまで一度も勝てなかった、ハインツフィールドで、ベンロスリスバーガーが、出場停止中のピッツバーグスティーラーズと対戦し、パス37回中24回成功、256ヤード、1td、1int、第4球残り約30秒に、 TJ フーシュマンザーデーの18ヤードの逆転 TD パスを成功17から14で勝利した。第5週のデンバーブロンコス戦ではパス25回中14回成功196ヤード 1TD ランを上げて31から17で勝利した。第6週のニューイングランドペトリオッツ戦ではパス成功率 77.1%285 ヤードを 投げて 2td、1時20分マイナス10とリードしたものの、オーバータイムの末20から23で敗れた。試合終了後、レイライスへのチェックダウンパスが多用されすぎていると批判がなされた。第7週、開幕から5連敗しているバッファロービルズに1時3から17とリードされたが、パス250ヤード、3td を上げて、オーバータイムの末、 37から34で勝利した。バイウィーク明けの第9週、マイアミドルフィンズ戦では、パス27回中20回成功、266ヤード、2td、q b レーティング129.6の活躍を見せて26から10で勝利した。第10週のアトランタ・ファルコンズ戦では、パス34回中22回成功、3td、1int、 第4球残り約6分から 2td パスを上げて一時、逆転したが、残り約20秒に、マットライアンに逆転 td パスを決められ、21から26で敗れた。第11周のカロライナ・パンサーズ戦では、パス301ヤード、1td を上げて、37から13で勝利した。第12周のタンパベイ・バッカニアーズ戦では、パス289ヤード、2td。 1INT17 から10で勝利した。この試合で、プロ通算53本目の TD パスを決めて、それまでのチーム記録を更新した。第13週のピッツバーグスティーラーズ戦ではリードした、第4球にブリッツしてきたトロイポーラマルにサックされ、ファンブルロスと逆転負けを喫した。第14週のヒューストンテキサンズ戦では、パス235ヤードに TD。 オーバータイムの末、34から28で勝利した。第15週のニューオーリンズ・セインツ戦では、パス20回中10回成功、172ヤードの獲得ながら 2td を決めて、インターセプトなし、30から24で勝利した。第16週のクリーブランド・ブラウンズ戦で 2td を決めて勝利し、NFL 史上4人目となるルーキーイヤーから3年連続で、 プレーオフにチームを導いた QB となった。この試合で彼はパス獲得通算1万ヤードを達成した。最終週のシンシナティベンガルズ戦でチームは13から7で勝利、12勝4敗でシーズンを終え、第5シードでプレーオフ出場を果たした。カンザスシティチーフスとのプレーオフではパス34回中25回成功、265ヤード 2TD。 QB レーティング115.24と活躍し、30から7で勝利した。また、レンドーソン、ロジャー・ストーバック、ジェイク・デローム、マーク・サンチェスと並び、ロードでのプレイオフ勝利数で、NFL 大記録に並んだ。しかし、ディビジョナルプレイオフでは1時21分マイナス7と、リードしたものの、第3球に、自陣で3回ファンブルでボールを失い逆転を許した。この試合で彼は、 パス125ヤード、1td、1int、1ファンブルロストに終わり、24から31で、敗れた。この年、全16試合に先発し、3622ヤード、25td、10int、q b レーティング93.6の成績を残した。また、パス獲得ヤード、td パスのそれぞれで、レイブンズ史上1位となった。 シーズン終了後にジムゾーン QB コーチが解任された際には不満を漏らしている。労使交渉が難航して NFL がロックアウトを実施中、選手同士の合同練習を行う予定であることを明かした。7月28日にはトップターゲットだったデリック・メイソンがサラリーキャップを開けるために解雇2010年の第3レシーバー、第4レシーバーであった。 d j フーシュマンザーで、ドンテストールワースが再契約されず、タイトエンドのトットヒープもカットされた、ィー・エバンズをトレードで獲得するまでは、アンクアン・ボールディンの他のレシーバーは、新人のトリー・スミス、タンドン・ドスだけであった。プロボーラーのヒープの代役は、エド・ディクソン、デニス・ピタとなった。前年のパスターゲットの多くが対談し、新しいパスターゲットと共にシーズンを迎えた。 ピッツバーグスティーラーズとの開幕戦では、パス224ヤード、3td を投げて35から7で勝利した。第2週のテネシータイタンズ戦では、パス32回中15回成功、197ヤード、192ヤード、1td、2int、さらに3サックを浴びて、13から26で敗れた。第3週のセントルイスラムズ戦では、 パス48回中27回成功、389ヤード、トリー・スミスへ第1球だけで 3td パスを通し、37から7で勝利した。第4週のニューヨークジェッツ戦では、パス31回中10回成功、163ヤード、1int、1ファンブルロストと散々な成績であったが、ディフェンスの活躍で34から17と勝利した。 バイウィーク明けの第6週、ヒューストンテキサンズ戦では、パス33回中20回成功、305ヤード、1int、1td ランを上げて29から14で勝利した。第7週のジャクソンビルジャガーズ戦では、パス38回中21回成功、137ヤード、1td、1int、7から12で敗れた。第週のアリゾナカージナルス戦では、 一時21分点差をつけられたがパス51回中31回成功336ヤードを獲得30から27と逆転勝利した。第9週のピッツバーグスティーラーズ戦ではパス48回中27回成功300ヤードを獲得残り14秒からトリースミスへの26ヤードの TD パスを決めて23から20で勝利した。 第10週のシアトル・シー・ホークス戦では、パス52回中29回成功、255ヤード、1td、1int、17から22で敗れた。第11週のシンシナティ・ベンガルズ戦では、パス27回中17回成功、270ヤード、2td、1int、31から24で勝利、チーム成績を7勝4敗とし、畜生に立った。 NFL 初の兄弟ヘッドコーチ対決となった第12週のサンフランシスコフォーナイナーズ戦ではパス23回中15回成功 1TD と協力守備は相手に堅実なプレーを見せて8連勝中の相手を16から6で破った第13週のクリーブランドブラウンズ戦ではパス23回中10回成功158ヤードと不安定な成績だったが レイライスが200ヤードを走る活躍で、ボールコントロール、24から10で勝利した。第14週には、開幕から12連敗中のインディアナポリスコルツアー相手に、パス31回中23回成功、227ヤード、2td、1int で、24から10と勝利した。第15週のサンディエゴチャージャーズ戦では、パス34回中23回成功、 226ヤード、2td、2int で14から34と破れた。第16週のクリーブランドブラウンズ戦ではパス24回中11回成功、132ヤード、1int と低調な成績だったが、ディフェンスの活躍でこの年、ホーム8戦、全勝、11勝目を挙げた。最終週のシンシナティベンガルズ戦でパス十九回中十五回成功。 130ヤード、1td、24から16で勝利し、チームは12勝4敗で2006年以来5年ぶりの AFC 北地区優勝、AFC 第2シードで、レギュラーシーズンを終えた。フラッコ自身は、初めての地区優勝であった。この年も、全16試合に先発し、パス542回中312回成功、3610ヤード、20td、 12INT, QB レーティング80.9の成績を残した。31サックを浴びている。ヒューストンテキサンズとのディビジョナルプレイオフでは、パス27回中14回成功、2 t リパスを上げて20から13と、勝利、2008年以来2度目の AFC、チャンピオンシップゲーム進出を果たした。ニューイングランドペイトリオッツとの AFC、チャンピオンシップゲームでは、 パス36回中2回成功。パス306ヤード、2td、1int、残り22秒にエンドゾーン内のリーエバンズへ td パスを狙ったが失敗。残り15秒からビリー・カンディフが同点を狙った32ヤードの fg を外し、3点差で敗れた。この年1月、ジム・コールドウェルが q b コーチに就任した。前年 NFL 最優秀守備選手に選ばれた。 テレル・サックズが5月に負傷して、開幕から8試合欠場した。またレイ・ルイスも、第6週から欠場、9年連続でトップ10に入っていた、トータルディフェンスは17位に終わった。シンシナティ・ベンガルズとの開幕戦で、パス29回中21回成功、299ヤード、2TD の活躍で44から13と勝利した。この活躍で、自身2度目となる。 AFC 週間 MVP に選ばれた。第2週のフィラデルフィア・イーグルス戦では、パス42回中22回成功、232ヤード、1TD、1INT、23から24と1点差で、敗れた。試合後、大体審判が試合の品位に悪影響を与えると、批判した。第3週のニューイングランドペイトリオッツ戦では、パス39回中28回成功。 382ヤード、3td、1int の活躍で31から30と勝利した。レイブンズがベイトリオッツにレギュラーシーズンで勝利したのは、これが初めてであった。第4週のクリーブランドブラウンズ戦では、パス46回中28回成功、356ヤード、1td、1int の成績で23から17と勝利した。 第5週のカンザスシティチーフス戦では、パス27回中13回成功、187ヤード、1INT の成績で、チームは9から6で辛くも勝利した。第6週のダラスカウボーイズ戦では、パス26回中17回成功、234ヤードで、1TD を上げ、終了間際に、カウボーイズが、オンサイドキックに成功。 51ヤードの逆転 FG を狙われたが、これが外れて、31から29で勝利した。第7週のヒューストンテキサンズ戦では、パス43回中21回成功、147ヤード、に i n t の成績で13から43で敗れた。バイウィークまでの7試合で、パス252回中150回成功、QTD、6INT で、18サックを浴びた。 ランでも 1td を上げたが、1ファンブルロスとしており、td10 回に対して7回のターンオーバーを起死した。バイウィーク明けの第9週、クリーブランドブラウンズ戦では、パス24回中15回成功、153ヤードと2試合連続で、低調な成績に終わったが、14から15で迎えた、第4球、11点を上げて25から15で、逆転勝利、 デビュー以来ブラウンズ戦で10連勝を果たした。第10週のオークランドレーダース戦で、パス33回中21回成功、341ヤード、3td、1int の成績で55から20と勝利した。第11週のピッツバーグスティーラーズ戦では、パス32回中20回成功、164ヤード、オフェンスは td を奪えなかったが、 ジャコビー・ジョーンズが63ヤードのパントリターン、TD を上げて、13から10で勝利した。第12週のサンディエゴ・チャージャーズ戦では、第4球残り約2分に、第4ダウン残り29ヤードと窮地に立たされたが、ショートパスを受けたレイライスが見事なランアフターキャッチを、見せて、ファーストダウンを更新、FG で同点に追いつき、オーバータイムの末、勝利した。地区優勝を前にして、 第13週から第15週まで3連敗を喫した。第13週、パス34回中16回成功、188ヤード、1td、1int、1ファンブルロストの内容で、ベンロスリスバーガーが欠場した、ピッツバーグスティーラーズに20から23で敗れた。第14週のワシントンレッドスキンズ戦では、パス21回中16回成功、 182ヤード、3td、1int、相手 q b ロバート・グリフィン3世が、負傷退場した後、リリーフした、新人 q b カーク・カズンズ相手に、ディフェンスが粘れず、オーバータイムの末、28から31で敗れた。この試合終了後、キャム・キャメロン・オフェンスコーディネーターが解任され、ジム・コールドウェル q b コーチが、オフェンスコーディネーターに昇格した。 第十五週のデンバーブロンコス戦では、パス四十回中二十回成功、二百五十四ヤード、二 t d 一 i n t 二 t d パスは、勝敗がほぼ決まった第四球になってからようやく上げた、もので、十七から三十四で敗れた。第十六週のニューヨークジャイアンツ戦で、パス三十六回中二十五回成功、三百九ヤード、二 t d の活躍を見せて、三十三から十四で、 勝利、2年連続の地区優勝を決めた。最終週のシンシナティベンガルズ戦は、第4シードが確定していたこともあり、タイロット・テイラーと途中交代、温存された。チームは9勝2敗から、シーズン最後の5試合で4敗し、10勝6敗で、シーズンを終えた。インディアナポリス・コルツとのワイルドカードプレイオフでは、パス23回中12回成功。 282ヤード 2td を上げて24から9で勝利、シーズン終了後の引退を表明しているレイルイスの地元最後の試合で勝利した。デンバーブロンコストのディビジョナルプレイオフでは、パス34回中18回成功、331ヤード 3td、前半残り40秒に、トレイスミスへ32ヤードの td パスを成功、第4球残り約1分で、 タイムアウトのなくなった状況からの攻撃で、ジャコビー・ジョーンズに70ヤードの TD パスを通して、同点に追いつき、ダブルオーバータイムの末、最後は、ジャスティン・タッカーが47ヤードの FG を成功し、38から35で勝利した。2年連続、ニューイングランド・ペイトリオッツとの対戦になった、AFC チャンピオンシップゲームでは、パス36回中21回成功。 240ヤード、3td を上げる活躍で28から13と勝利、この試合の勝利で NFL 記録となるロードでのプレイオフ6勝目を上げた。プレイオフ3試合では 8td、インターセプト0、3試合すべてで q b レーティング100以上を記録した。レイライスにパスを投じたフラッコ第47回、スーパーボール開催前のスーパーボウルウィークに、 第48回スーパーボールが寒冷地であるニューヨークの屋外スタジアムメットライフスタジアムで行われることを批判した。スーパーボールではパス33回中22回成功287ヤード 3td0int の活躍で MVP に選ばれた。アンクアンボールディン、ジャコビー・ジョーンズ、デニス・ピッタへの 3td パスはいずれも前半に上げたもので 前半に 3TD を上げたのは彼で史上6人目のことであった。2012年にドリューブリーズが結んだ5年1億ドルを上回る NFL 史上最高額となる6年1億2060万ドルの大型契約を結んだ。2015年シーズンは第11週のセントルイスラムズ戦で膝の全十字靭帯を断裂し以降欠場。 レギュラーシーズンの連続先発記録は122試合で止まった。2016年シーズン前に3年4000万ドルの延長契約を結んだ。2018年シーズンには九州までチームは4勝5敗と苦しみ、負傷もあって10試合目からは先発 QB をルーキーのラマージャクソンに譲りバックアップとなった。シーズン後の2019年2月13日、ドラフト4人指名権と引き換えに、 デンバーブロンコスにトレードされた。2019年シーズンは途中で首を痛めて半数のゲームの出場にとどまり、シーズン後にチームからリリースされた。2020年4月には頸椎追間版再建手術を受け、5月にはニューヨークジェッツと契約した。2021年3月、フィラデルフィア・イーグルスと1年契約を結ぶ。2008年のドラフト指名直後に、 リーボックと3年契約を結んだ。またピザハットの CM にも出演している。2013年、ESPN のアナリスト、ロンジャウォースキーは、フラッコのことを NFL で最も強権の QB だと語った。2011年12月、自分たちが大都市のチームではないことから、実績に見合った経緯が払われていないこと、ティム・ティーボーに比べて、レイブンズに対する注目度が低いと、 地元ラジオ番組でコメントしている。2012年1月、チームメイトのテレルサックズからトム・ブレイーディと比較され悪人面だとコメントされた。同年6月14日、長男が誕生したが、その際、参加中だったミニキャンプを切り上げ、第1子の出産に立ち会った。スーパーボール MVP になったものの、 2013年4月1日から6月30日までの NFLSHOP.com の春のジャージ売ーリーでは25位に終わった。弟のマイク・フラッコは2009年の MLB ドラフト31順でボルチモア・オリオールズに指名されたが結果が出せず2013年 NCWA ディビジョン2のニューヘブン大学に入学しフットボールへ転校することを決意した。 レギュラーシーズンポストシーズン、ありがとうございます。